独立してる野本これがね、最近このぐらいの濃さで全塗装するタイプの人が増えてる。瓶生でよく半艶でやったりするときに使う缶スプレーよりちょっと濃いぐらいの塗料で細拭きをするとどうなるかっていう話なんですけど、まず音、このブチ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 いう嫌な音で線にならないんですよね。天の川っていうか銀河っていうか、もう吹いた線よりも粒々がいっぱい飛んじゃってるのね。これはつまりそのハンドピース、最初に説明したようにそのドーナツ状の小さい狭い隙間から塗料が自重で落下したものを風で壊すって言ったじゃないですか。はいはい、そうならない、もう自重で落下できないのを空気で無理やり引っ張り出してるとこういうことになるんです。へー。なのでじゃあ太く吹いたらどうなのかっていうと、こう全塗装によく使う2センチ近い太さで吹く場合は意外と濡れちゃうんですね。あ、本当だ、意外と濡れちゃうんです。でナチュラルな塗料なのに半艶以上に艶消しに濡れてしまうでしょ。この感じがよく起きてると、なんか塗料ってこういう風に塗れるもんなんだみたいに思っちゃったりしやすいですよね。だからピカピカになってるとクリアを吹いたんですかっていうようなさことを言う人が多いのもそういう理由なんですが、なので結論としましてエアブラシではこの濃さは今回無理です。なのでこのぐらいで多分ね、缶スプレーぐらいが。このぐらいの音だと缶スプレーぐらいかなと、ちょっと泡が2段階ぐらい上に重なってくるぐらいの粘度がある感じね。この感じでね、多分これだとこのぐらいは吹けるようになる、このぐらいは吹けるようになるね。つぶつぶもそれほど、一応つぶつぶは出てるんだけど、まあまあ星雲ぐらいかなっていうさ、一応まあ細拭きにはなってるっていう感じになるんですね。普通の人がグラデーションっていうとこのぐらいでいいと思うんです。あ、そんな濃くていいんですか。濃くっていうか太さ的にね、これ以上の細さ、例えばだからこの合計に近いぐらいを吹こうとすると、これが大体1ミリ以下なんですけど、1ミリをちょっと下回るぐらいの太さにすると、またさっきの銀河状態ボツボツが出てくるでしょ。はいはい、こういうことなんですよ。自重で落ちてこられる分を粉砕するのと、自重で落ちてこられない分を引っ張りながら分解するのとでこの差が出てくる。だからさっきの太さだったら3ミリぐらいの太さの時は綺麗に吹けてたじゃないですか。なので要求する太さによって濃さは変わってくるよっていう話なのね。で厳密に例えばこのパーツにグラデーションを吹きたい場合、こことかもう2ミリですよね。 1.5 ミリぐらいから3ミリぐらいまでということは、ここは1ミリ以下の細拭きができないとダメなので、グラデーション入れたけど、そうすると結局こんな100分の1のでっかい切ってなくても、もう本当に 0. 何ミリの線が吹ける濃さに調整しないと本格的なグラデーションは難しいなということになってしまうんですが、なのでじゃあそれはもうとりあえず今回は諦めるっていう方法もある。みんなここまでできないとグラデーション吹いちゃいけないのかってなるじゃないですか。それはもう本末転倒なんで、いやいや、ともかくグラデーションを楽しむことが前提だから、ダメならダメで適当なところでもいいからやろうじゃないかっていうのが基本ですよね。ただこれ説明なんで、では我々が普段使ってるグラデーションだとどのぐらいかっていう濃さの話もしますけど、普通に吹いたらこんなになっちゃう濃さね。めっちゃ風圧でダマになります、ね、じゃあ風圧は少し抑える。それにしてもほら、風圧は抑えてもこう波打ちますね。もう波打ってシャバシャバになるでしょ。はいはい、このぐらいからです。3段階目ぐらいのグラデーションはさらにもっと薄くなるので、このぐらいだとこのぐらいの線を吹いても全然大丈夫。これで 0.75 とかですよね。でも全然、ただその代わりね、老けてはいるけど、発色隠蔽は全然ダメでしょ。老けますね。うっすら薄いグレーの線にしか見えなくて、実際こんな色の塗料ですから、この色が発色するようになるためにはこれを数十回重ねなきゃいけないと思うんですよね。そんなにですか？そういうことです。ただそこもまた難しい話で、 100% この色を発色させることが常に目的ではない。だから元の色よりも若干明るくすることが目的な場合はこれで十分なわけですから、あらかじめ塗料をもっと白く、目的の色よりもっと白く明るく調色しておけば、半分の発色で目的の色っていうこともできるんですよ。まあちょっと全部をバランスよくコントロールするの難しいですけどね。だからこれだと発色させようと思うとこんなに時間がかかります。もうまだまだ全然です。透けて見えますもんね、裏が。もうまだまだ全然です。ちょっと静電気で変な縦縞村になってますけど、ね、これ静電気もあるんですか？へー、なんか逆に利用してなんかやりたいですね。いや、まあ、それは難しそうだけど、まあそのうち頑張ってやってみましょうか。あ、本当だ、白くなってきた。っていうか元はほら水色みたいな色、ごく青っぽい薄紫なんで。へえ、あ、本当だ。まあ嫌になるぐらい時間かかるでしょ。これやらないですね、普段だったら絶対やらないでしょ。これを全パーツにグラデーションでやるのかって言われたらもう不可能なので、すごい時間かかりますね、それね。これでまあ7割ぐらいなところですよね。はあ、元の液色これだから、はい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 、まだ黒に引っ張られて逆にちょっと紫反しちゃってるんで、はい、はい、本当はもっと白青っぽいものだからね。っていう、こういうことがグラデーションの考え方なんですね。これマスターグレードとか100分の1でやるとしたらどれぐらい？いや、だからグラデーションをかけるかかけないかではなくて、はい、はい、グラデーションはもう大なり小なりやる前提、私の場合はね、完全なベタ塗りっていうのはまずやらないので、はい、はい、まあやるんですが。どの程度のグラデーションを入れていくかっていう考え。例えばだからこれの場合はこんなちょっと赤っぽい紫に対してこういう色、グラデーションをかけていきたいので、広い面の真ん中辺が青っぽくなっていればもう正解なわけですよね、彼の企画としては。この色が完全に発色する必要はないし、下地も似たような紫、こんな黒い色じゃないので、これだったらまあそこそこの反応が出るんじゃないのってなったらば、まあ 1,2 ミリの線が拭ける程度であればミスタッチも目立たないし、だったらそれで十分楽しめるんじゃない。例えばここの部分であればね、この周りにわざわざもう1本のグラデーションの線を入れたりまでしなくたって、ここの部分がなんとなくセンターが青っぽくなっていれば十分表情は出るかなっていう、少なくともやらないよりは数十倍かっこよくなるんじゃないかっていうところでいいと思うんですよ。はあ、もう無理に頭でっかちに全部やることはない。だからそこまでできないからやらないっていうのが最悪だと思うんですね。やらないならそのうちできるようになったらやればいい、今はやれるところまでやればいいじゃないっていう考え方の方が楽しいじゃないですか。なのでまあちなみに彼は今日初グラデーションだし、おーとやってないと思う。うん、キャリア的にやってないとはあんまり思えないんだけど、まあ私なんかの場合は例えばこういうパーツもここもここもハイライト入れます。ここぐらいは普通にハイライト入れますよね。なんだけど今言ったように入らないものを無理に入れなくったってもいいんだし、入れなきゃいけないとか誰も言ってないんでできる範囲でやってみましょうっていうことですよ。なるほど。さあちょっと1個ぐらい実演してみたいんだけど、どれがいいですか？あ、どれでもいいです。いや、どれでもいいです。投げやりですね。顔なんかやってる？いや、顔は人に作ってもらったんですって言うと後々なんか評価が下がりそうな。肩とか左右あるもん。まあこれもクソめんどくさいから嫌ですね、それ。どのぐらい入れましょうか？この C 面ぐらいは入れときますか。ここの C、すみません、失敗してますけど。なるほどね。まあでも彼ね、ここまでの塗装は上出来ですよ。綺麗ですね。仕上げも下塗りも非常に上手にできてるんで緊張しますね。あ、リムジンみたいな。いやもう結構リムジンぐらいあるじゃないですか。これリムジンレベルだと思うんですけど。いや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 。みんな苦しみ。首長くしてキリンっぽいですね。ああ、そうそう。もう、幅利きじゃない。あれ、なんて言ってる？このぐらいで全然多分いいと思います。同系色の薄いの塗った時より可愛い。それで渋いとこ行きますね。計算して考えればいい。はい、これはね、駅で見た時と乾燥した時の色っていうのは色味によって塗料によってメーカーによって結構差があったりなかったりするんですね。でこれの場合は多分私の想像だと乾燥したらより水色になる白身が飛ぶと思う。で これは多分これも多分元はもっと白っぽかったんだ。でこれにこれを重ねる場合飛びそうな色はどれかなっていうのを考えないと本当の本色難しいんだけど、これは今回は野本ちゃんがオリジナルで作っちゃったからやってますけど、俺の感覚だともうちょっと白い方が良かったかなと思う。ちょっと青が強い。ただグラデーションっていうのはほら境のない塗り分けを指すのであって、マックス塗りみたいにその暗い色に明るい色を重ねるからグラデーションなわけじゃないですよ。境目がファジーであればそれは全部グラデーションだから、俺なんか割と水色の上にピンクのグラデーションをかけてみたりとか、あえて黄色を下地にしたところに紫っぽいグラデーションで黒っぽくしてみたりとかっていうようなこともやるわけだから、これはこれで要するに紫をベースにした青地赤地の上に 青いグラデーションっていう考え方であれば結構高級感あると思う。いやー、似合いますよ。ガチじゃない。というわけで、ちょっとここから本ちゃんです。似合いますよ。そうじゃないですね。テレビとか大ステージとかに比べてね、この数人の人が目の前で見てる教室っていうのが一番緊張するんですよ。でかい会場とかテレビだとね、できたことにしちゃったりとか。やり直したりとかできるんだけど、教室とかこの少人数の制作会の時は一回失敗したらなんだ日野さん下手くそって絶対思われる。一撃成功必須だから一番緊張します。これ前だったんですよ。うん。それでなんか本当の。中さんがなんかずっとなんか。あ、そうあれやる。これがね、カメラで映るかな。かなり映んないですね。わかんないです。わかんないよね。このわかんないぐらいが上品でいいですよね。っていうふうにまあ今日ここではして。どうでしょうか。展示会ならわかる。なあ。写真だともほぼわかんないかなっていう感じだよな。逆に暗めにするとわかるんだよね。あ、本当だ。暗めにするとちょっとわかるでしょ。はいはい。青っぽい感じ。うん、青っぽい感じの。明度はだからもうほとんど変わらないですね。はあ。なんか赤の方が青よりちょっと暗く人間には感じられるせいで若干明暗に見えるんだけど、実際には青と赤の差ですよ、ほとんど。じゃあこれもしかして上にその赤を吹いても同じようになる。赤というかなんだろう。逆。赤字に青を吹いてる感じだから。ああ。いやだから私はよくやりますよ。特に黄色なんかの場合はもう明暗無理なんで、オレンジベースの上にハイライトはイエロー。そうすると透けてる部分も含めて合わせて全体感はキャラクターイエローぐらいになるっていう。へえ。黄色とかはもうね、ピンクとか黄色とかは暗くできないので、だってピンクだって暗いピンクって意味わかんないじゃないですか、言葉として。はい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 。なので暗い何々が成立しないタイプの色はみんなその方向性をちょっと変えるグラデーションをかけていくしかないですよね。これカラーの選択の時点でグラデーション結構決まってる感じですよね。あ、もうそれはもう最初からだからどういうグラデーションを入れていくかを決めて色選びをして、はい、っていうかもうこの色はグラデーションがしにくいからこの機体にはもうグラデーションをほとんど入れないっていうようなとこからスタートですよね。入れるんであればっていう。そんな簡単だぞ。はい、これでとりあえず割と初心者向けグラデーション。まあ最大の理由の1は失敗してもほとんどわからない。で2は重ねる回数が少なくて済むのでミスが起きにくい。まあ3はもうあまり細かいところに入ってなくても目立たないという感じですね。でもね、比べると違うでしょ。失礼して。単品では分かりにくいけどさ、比べれば違う。差ぐらいは出るんじゃないかな、写真。いや、だいぶ違いますね。でしょ？なんか心なしか艶消しに若干なった気がする。まあこれはちょっとだから私の普段のグラデーション用よりもちょっと濃いので、わずかながらでもザラが出て半艶ぐらいになった感じです。本当はだからこれにさらに1枚コートかけちゃうとこういうふうにできるんだけど、ツヤツヤに、このぐらいの差だと1回かけちゃうとなくなっちゃいそうなんでちょっと今日はここまでにして、ツヤは最後どうするかは本人次第。なるほど。じゃあ本人の、まあ、とにかくですね、ちょっと他の方からも質問があったんですけど、これね、グラデーションの時っていうのはこれが要するに塗料の量を決める前後の動きで、この押し込みがエアの量を決める縦の動きです。ダブルアクションっていうのはこの引きと押しっていうのを両方同時に行うからダブルアクションなんですが、グラデーションの時はもう本当に塗料の量はこのぐらいですよね。ほんの少しなんだけど、意外としょぼしょぼ吹いてるとザラ粒が出やすいので、できるだけ押し込みはやりたいんですよ。細いからといってこのぐらいでこのしょぼしょぼっていうのでやるとこう汚くなりやすいんですね。だから少し強くこのぐらいで吹いてあげた方が細かく綺麗な線が出る。これやっぱりエアーツでなんだろう、飛ばしちゃってなんか、そうエアーツでだからこの間ホワイトボードで説明したようにエアーツがそこそこあれば中で細かく粉砕できるんで、細かい綺麗な霧ができるんですよね。怖がって例えばイメージとしてね、多分これで1を下回る 0.67 ぐらいの気圧なんですけど。ちょっと失礼。音でももう分かりますよね。そうするとこうやっぱり細い銀河ができるんですよ。一方ちょっと強いとここみたいに綺麗にグラデーションになってるやつはもう 1.3 から4ぐらい、指加減の話ですけどね、になっていくので、ほらものによってはグラデーションってこう三角形の部分に吹く場合もあるわけでしょ。そういう場合にこういうふうに広げていきたい。この失敗についてはまあともかくして、途中でだんだんこう上げていく場合っていうのは、こういうふうにも使うので、なんかでこう 0. いくつとかに決定してしまうとこれができなくなっちゃう。どうしてもやっぱり指でコントロールできた方がいいですね。で、こうやりながらも。最終的にこうふわっとこう大きくかけてあげるとツヤのあるグラデーションになるでしょ。なるほど。これもコツなんですよ。そうすると一瞬グッてやってるんで、やっぱりこういうところで固定してしまったりコンプレッサーで決めてしまうよりは指で自在にコントロールできた方がいいんじゃないかなと。なんか慣れるまで難しそうですけどね、失敗したり。まあそこそこできるようになったぞと思うのに2、3年は最低かかるでしょうな。なんか効果的な練習の仕方とかありました？いやー、いっぱい作るぐらいじゃない？ああ、なるほど。ともかく1個の制作に対して塗装ってせいぜい最大でも3日とか4日とかじゃないですか。だからせいぜい1個作るのに4日くらいしか練習してないんですよね。だからまあできるだけでかいものを作れば塗る面積も大きいからMG ぐらいだとこう最初に拭き始めたパーツより最後に拭いたパーツは十分うまくなってるなっていう気がすることもあるかもしれない。はいはい、めっちゃ一ちょんちょんぐらいだとなかなかそうはいかないで、次にまた塗る時まで何ヶ月もかかって忘れたみたいな、はい、でまた一からって感じになりやすいんで、まあせっかくだからでっかいのやるとうまくなるかなっていう気がしますね。